投でした。村上と山本です。村上としては試合前のコメントもありました。先に点をとにかくやらないというのを一つ大きな命題にしていましたが、一つ今日はこのね杉本がね村上アジャストしてましたよね、はい、初回もヒットがあったんですが、頓宮サードゴロというところで初回は、しっかりとランナーを出しながらもピンチにはなりませんでした。一方の山本です。相手もいいピッチャーなのでというところで、今日は丁寧にという言葉がありましたが、特にやはり1、2番へのマークっていうのはきつかったんでしょうね、今日はね。そこをね、ランナー出してしまうとタイガースの流れに行きますからね。特にこの今日は中野に関しては終始厳しいボールが入ってましたんでね、追い込むのも早かったですね。2回の村上です。中川がセカンドライナー、この打球見てもやっぱり中川一つのポイント合ってましたね。やっぱ逆方向に強い球を打てるので、そうですよね。ランナー溜まった時にっていうのはやっぱ嫌なバッターになりますよね。2回の山本の投球です。4番の大山もタイミングを外して、そして今日期待されている、甲子園でも初ヒットを狙っている前川なんですが、これは頓宮がしっかり仕事をしました。山本をアシストしたというところです。もう何度も紹介されていますが、山本と頓宮は実家が隣同士という朝からの間柄で、そうですね。4回の村上です。まずは一つタイガースにミスが出ました。この宗の当たりを大きく大山が弾いたエラーです。さらにこれでノーアウト一塁三塁となって、頓宮の当たりなんですがセカンドに送球、これがそれてしまって、この回は2つのエラーが重なってしまったということになります。ノーアウト満塁と踏ん張りどころの中で、先ほどのバッティングそのままの再現、非常に無理のない中川らしい高めの球でしたけどね、セカンドの右を破っていく先制タイムリーヒット。ただこの時一塁ランナーの頓宮がオーバーランいたしまして、三遊間の真ん中でタッチアウトになるという走塁のミスはここでありました。こういうミスが響かなければいいんだがという一つ要素を残した中で、ここでのゴンザレスはセカンドゴロ、これはね間一髪でしたけども、よくアウトにしました。この辺は1点を失った後もしっかり粘ったというところ、ここのところ当たっている紅林もライトフライ、いい粘りでしたね。そうですね、今年の村上、特にずるずるいかないのいいですね。4回の山本です。今度はリードをもらって山本はどういう変化があるかというのは見ていたんですが、変わらずでしたね。もうすごいですね。むしろギアが上がってる感じがします。さらに5回も今度は前側はカーブで三振、この緩急がしっかりと効いていました。でツーアウトランナーなしから坂本がこれチーム初ヒットということになります。この辺のヒットが精一杯という形、カットボールを打ちました。木浪の打球はセカンドゴロ。ちょっと前半の中では打ち崩すというのが非常に困難であるというのを実感しましたよね。甘いボール来ないですからね。来ないですもんね。そんな中で我慢の投球を強いられている村上なんですが、村上もすごかったですよ。今日打たれている杉本を三振、それから頓宮をこれも三振、素晴らしいコースに配して攻撃を遮ります。なんとかこの辺の近本、中野というところを突破口を開いてほしかったんですが、サードフライ、さらには中野三振、山本のペースは上がるばかり。そんな中7回村上のまた一つこれは注意したいところ、ここのところ先発の登板の中で終盤に入ってからのこの一発というのがあるんですが、ものの見事に1球仕留めたというゴンザレスも見事でしたけどね。そうですね、真ん中に入ってきちゃったんでね、素直に逆風もろともせず8号ソロホームラン、2点目が入りました。全体の中ではやはりこれだけタイトなゲームですから、やはり 2点目のこの得点というのは大きかった。7回です。ツーアウト一塁から渡辺の当たり、ファースト頓宮にエラーが出ました。大事にいこうというところなんですが、さらにツーアウト二塁一塁で坂本の当たり、よく胸が弾いたんですが一塁送球、これがちょっとボールがジャングル、記録は内野安打になりました。リクエストもあったんですがセーフのままというところ、最大の盛り上がりでしたよね。ツーアウト満塁、しかしこの大歓声だったのでそれに押されないようにと非常に冷静なコメントをヒーローインタビューで発していました。山本ショートゴロで木浪を打ち取りました。ここが最大の山ですかね。チャンスつながったですね、やっぱりね、今思えばね。それでも村上は先発投手の責任を果たすべく、この8回もワンアウトランナーなしから、ここでも渡辺の打球というのがあって本当に嫌な雰囲気が漂ったんですが、ここしっかり3番杉本をこれ三振に打ち取るんですが、この辺りは立派でしたよね。本当にコントロールミスのない、いい投球でしたね。一方の山本、こちらも隙なしというところ、これは中野をファーストゴロに打ち取る場面ですが、これで8回投げ切りました。平井コーチも後ろに任せようという言葉があった、それでその後はもう譲ると山崎に移っていくんですが、8回でマウンドを降ります。9回はケラーがマウンドに上がりました。センターの近本のファインプレー、これもランナー出るということになるとまたね、波乱があったかもしれませんので、ナイスの守り守備でした。さあそして9回にかけるというところ、山崎颯一郎が出てノーアウト一塁、バッター大山、いやーこの一打ですよ。岩田さん、すごかったですよ。完全に私はもう抜けていくかフェンス直撃かと思ったんですが、直撃したのは中川の体でした。素晴らしいファインプレー、ですからヒーローインタビューには山本が呼ばれましたけど、先制タイムリーと今のプレー見るとね、チーム救いましたね。中川もヒーローのうちの一人です。ツーアウトワンアウト一塁二塁で佐藤が登場、この辺も一発を含めての期待が込められましたが、セカンドゴロ、さらに最後はバッター原口ビッチヒッター山崎颯一郎、最後はちょっとボール切れたんですよね。157キロのストレート空振り三振ということで完封勝利を、山本、山崎颯一郎のリレーで完成したバファローズです。試合後の表情です。村田正輝アナウンサーです。村田さん、タイガース先発しました村上投手なんですが、フォアボールを